ご乗車ありがとうございます。今日も平和だな。駅は平和が一番。すいません駅員さん。はい、どうされましたか？これ読んでもらってもいいですか？あ、はい、かしこまりました。今日名古屋港水族館に行ってきましたが、シャチのトレーニングが全然なってなかったのに腹が立ちました。クレームを言ってほしいです。やばい人だ。どういうことでしょうか？名古屋港水族館のシャチのトレーニングが全然なってなかったんですよ。ああ、そうだったんですね。こちらは駅になりますので、水族館の方に行ってもらってもいいですか？シャチのトレーニングの方法を変えるべきだ。あ、ここにシャチはいないので、それを水族館の方に行ってもらってもいいですか？あんなものを客に見せていいのか？どうだったのか知りませんけれども、水族館の方に、何度も言ってますけど、水族館の方に行ってもらってもいいですかね？じゃあ、駅員さんが行ってくださいよ。いや、僕はシャチ見に行ってないので、水族館に対してクレームはないんですよ。なので、お客様自身で行ってもらってもいいですかね？行ってくれるまで帰りませんよ。何がしたいんだよ、こいつ。お客様、そう言われましても困ります。電話番号も書いておいたので、お願いします。なら自分でかけろよ。お客様、あちらの奥に公衆電話がありますので、そちらでご自身でかけていただいてもよろしいですか？だから駅員さんがかけてくれないと意味がないんですよ。何の意味があるんですか？早くかけてください。シャチのトレーニングがなってなかったってかけてください。こいつのトレーニングがなってねえよ。しかったね。かけたふりでもするか。わかりました、お客様。それでは電話かけてきますね。はいはい。あ、もしもし、豊橋駅の駅員なんですけれども。お疲れ様です。交代に参りました。名古屋港水族館ですか？シャチのトレーニングが全然なってなかったので、ちゃんとトレーニングしておいてください。はい、お願いします。え？お、いたのかお前。交代に来たんですけど。あ、もうそんな時間か。今の電話何なんですか？いや、ちょっといろいろあってさ、ちょっと後で説明するわ。お待たせいたしました。今、水族館の方にシャチのトレーニングについてお伝えしておきましたので。ありがとうございます。なんて言ってましたか？おー、次からもっとシャチのトレーニングに力を入れますって言ってましたよ。わかりました。それじゃあ失礼します。なんだあいつ。休憩行こう。本当ですかそれ。あれ内線鳴ってますね。あ、僕出ますよ。お疲れ様です。休憩中にすいません。なんか手紙持った男性の方がさっきここに立ってた人を呼んでほしいって言ってるので、ちょっと来てもらってもいいですか？え、手紙持った男？まさか。うわ、あいつだ。お客様どうされましたか？これ読んでください。今日名古屋港水族館に行ってきましたが、イワシのトルネードが全然トルネードしてなかったのに腹が立ちました。クレームを言ってください。あんたに一番クレームが言いたいよ。電話したらいいですか？はい。何だったんですか？あ、ちょっと電話借りるよ。あ、どうぞ。あ、もしもし、豊橋駅の駅員なんですが、名古屋港水族館ですか？え？イワシのトルネードが全然トルネードしてなかったので、次からちゃんとトルネードさせてください。お願いします。何言ってんすか？さっきはシャチのトレーニングとか言ってたし、今度はイワシのトルネード。先輩どうかしちゃったのか？お待たせいたしました。今水族館の方にイワシのトルネードをしっかりとトルネードさせてくださいって言っておきました。なんて言ってましたか？あ、それはもうもちろんトルネードいっぱいさせちゃいますよって言ってましたよ。ありがとうございます。なんだったんだあいつ。1週間後。うわー、シャチでかすげー。
うわー、イワシのトルネードだ。きれー。